後の試合は一世一代の大一番となりました。本田多聞対ゲイリー・オブライトのシングルマッチ、全日本プロレス95世界最強タッグ決定リーグ戦最終武道館大会セミメインイベントです。160キロ、ゲイリー・オブライト、リングの上に登りました。寝てよし投げてよし、ネブラスカの飛行機野郎、ゲイリー・オブライトです。殺人ヘッド、本田多聞。試合前から入場前から圧倒的な本田コール、多聞コールに包まれておりました日本武道館。こちらが本田多聞です。60分の一本勝負、この人もね、本田多聞対ゲイリー・オブライトであります。ソウルオリンピック、バルセロナオリンピックと3回出場しています。から同じアマチュアレスリングの下地があるオブライトには強烈なライバル意識を持っているんですよね。今ゴングが鳴りました。60分の一本勝負で行われます。本田対オブライトのシングルマッチ決定リーグ戦セミファイナル、本田多聞対ゲイリー・オブライト。共に1963年生まれ、本田とオブライトであります。そして共にアマレス出身、早くもアマレススタイルのファイティングとなっております。リング上殺人風車ゲイリー・オブライトです。足を取りに行きます。このゲイリー・オブライトの試合というのは以前に何度かいました。こちらオブライト、はい、3回大学時代にオールアメリカンチャンピオンになっております。すごいですね。そして一方のホンダ、もうこのゲイリー・オブライトのオリンピックに3回出場しております。互いに日本とアメリカ、アマレス界の頂点を極めた2人。迫力もそうなんですけど、今全日本マットで、はい、今見えます。バックを取ったオブライト、危ないぞ、バックを取り返した、リードホンダ、リードホンダ。さあ投げていくか。もうお客さんもオブライトは160キロあります。一方の多聞は115キロ、こう投げっぱなしのね、45キロあります。ダイナミックなものがありますよね。それからなんといっても関節技ですが、腕を取られた、危ない、石に逆十字が倒している。そしてホンダも逆に、そして腕石に逆十字に入っていこうというところ。関節技攻撃、この攻防も見ものです。さあ、ああオブライト、しかし腕を離しません。腕引きに逆十に入ろうというところ。本田多聞、もう少しだ。さあ、うん、あと指2本、ああこらえます。オブライトこらえます。そうなんですか。ベテラン中のベテランですね。逆にスタンディングに持ち込もうというオブライト。もう年は32ですから、かれこれ23年間、両足しました。さあ、入った、しかしロープですオブライトの右足、サードロープを捉えております。いやー、解説の馬場さん、試合立ち上がりからこれはもう見応えのある、まさにレスリングといった試合展開になっておりますね。そうですね、とっても可愛かったです。蝶ネクタイして本田がですね、はい、そうなんですか、話したことはあるんですか。いや、もう遠くから見るだけで終わっちゃったんですけど、この体重差がありますからね、はい、191cm、160kg がスーツを着たさかっていうのはいいと思いますね。うん、なるほど。それですごい素敵でしたよ。オブライトの疲れたどこを投げるからね。はい。本当に本当にありました。本当にところなんか、なんて羨ましいやつなんでしょう。腕を取りに行こうというところ。ババさんの言葉通り、こうして決め技を中心に狙っていきます。本田。ネブラスカ大学時代にはオールアメリカン選手権で3回優勝。体勢を入れ替えましたオブライト。オブライトが160キロ、本田多聞が115キロ、体重差は45キロあります。空気を変えましたね。そうですか。さあ、ゲイリー・オブライト得意の関節技を増えてますし、本田の右腕で決めていくか。どちらかというと、こらえます。本田こらえます。全日本プロレス本田こらえる。新風を吹き込んだような感じがありますね。なるほど。さあ、そしてスタンディング。本田を立たせた。殺人スープレックス。立ったら立ったで今度はスープレックスが危ない。まあ注目外人。サイドのヘッドロックに捉えております。ヘッドロックに捉えている。またの名はこの辺りまで。ヘッドロックで捉えているうちは、本田はね、投げられませんから。まずグラウンドの展開。本田にチャンスがあるんですよね。本田が後ろに投げるチャンスがあるわけです。なるほど。そうですか。さあ、世界最強逆にこうしてスタンディング、このスタンディングの体勢が怖いですね、オブライトはね。
3位、10チーム中3位。おー、いた、いった、ホンダいった、ぶっ転げ、バックドロップ、投げていきました。そして、ウレキシギの逆転で、これはこらえる、こらえる、オブライトがこらえます、こらえております。あー、危ない、危ない、足を、足が決まっております、足が決まっている。あー、これは危ない、ホンダだます、ロープまではまだ距離があるぞ。ババさん、この詰まり具合はどうですか。まだそんなにね、大丈夫だと思いますよ。あ、これで危ないですね。これで危ない、今、かかとが鉄についたら危ないですよね。さあ、もう一度、リングの中央、かかとがホンダのお尻についたら危ない。ホック前進でサードロープ、ゲイリーの顔も真っ赤になりましたね。逃げました。ダブルのショルダー、ゲイリー、こういう風なレスリングになるとホンダも割合心得てますね。危ない、引っ込み抜かれるぞ。足の取り合い、関節の決め合いといったアマチュアレスリングの技に関してはホンダも9歳からアマレスをこなしてきた。さあ、危ない、殺人スープレックス、そしてさあ逃げます、フロントスープレックス、ロープブレイク。いや、赤コーナーではどうでした、セコンド役の若手と全然違う、瞬きするの忘れてました。今息吸うことすら忘れてました。フロントスープレックス、危ない、瞬きするの忘れちゃいますね、忘れてしまいますね。さあ、目の水分が取られていくのが分かります。腕を切りにいきました。いや、ババさん、このしかしオブライトの関節技というのは早いし、このね、今、オブライトはね、やっぱりホンダの右手を攻めに行ってますよね。右中心に、ですからね、はい、あのホンダも慣れてないんですよ、右はね。ああ、なるほど。さあ、バックを取った、危ないぞ、危ないぞ、ホンダタモン危ない、バックを取った。さあ、どうか、邪魔を送ってはいけない、ホンダタモン投げ返した。どうですか、このあたり相手に同じ技で投げ返しましたよ。いやー、しかしババさん、ホンダも結構でも意地を見せますね。見せますね。ホンダ選手にも結構ダメージは来てますよね。主にアマレスでホンダもね、こうやって飛び蹴りとかね、プロレス技になるとやっぱりまだ下手なところありますからね。プロレス歴ではこのホンダとオブライトはずっとね、ホンダ出ていくしかないですね。なるほど、6年のキャリアの差があります。ホンダとオブライトはプロレス歴では6年の差、6年の差がありますけども、はい、オブライトの方はそんなに大試合というものをやってませんからね。はい、もう怒ってます。さあ、ひょっとするとホンダダモン大金星ということになるのか。やっていきました。このホンダという選手はヘッドバット。こちらに投げた。フィッシャーマンズスープレックス。この攻めはね、途中でやめないことです。何遍も攻めていかないからね。休んではいけない。さあ、一つやね、そこは投げたってね、オブライトだってビクともしませんよ。これを重ねてダメージを蓄積させていくわけですね。そしておっと、ズッキラ来るんですね。オブライト、あー、クリーパーホールド、クリーパースタンディングのクリーパー、クリーパーホールド、オブライト、おー、表情、あー、オブライト投げていきます。あー、離さない、離しません。ホンダリード、リード、同時にスリーパーに入ろうというところだ。スリーパーオンド、スリーパーオンド。さあ、どうか、馬場さん、この決まり具合いかがですか。いいですよ、いいですね。どっちも応援したいんですけれどもね、このまま離さないでね、離してはいけない、このまま行ってほしい。ホンダ、さあ、オブライトどうするんでしょう。スリーパーホンド捉えていると、ゲイリーオブライトからギブアップを奪うのか。ホンダ、ホンダ、ホンダタモン、どうするんだろう。あ、しかし、あ、ゲイリー・オブライトを仕留めることができるのか。お、オブライト、オブライトの表情、オブライトは目を閉じます、オブライト目を閉じます。右腕が、これはね、ホンダのスーパーホールドがね、はい、あまりにも綺麗すぎます、綺麗すぎます、正直すぎます。あ、オブライト、もうちょっとこう首に入ってね、危ないぞ、オブライト、頑張れ、オブライト、そうですね。さあ、ホンダのスリーパー、お、お、ちょっと、お、振りが、振ったりしてきたぞ、振ったりしてきたぞ、オブライト、さあどうか、スリーパーホールド、離します、離して、肩、エビ、固め、あ、うまく、アウントは強しました、アウントは強です、しかしここはホンダ、仕留めないとまずい、殺人ヘッド、落としていく、ロビン飛んだ、もう一発、ヘッドバットからもう一回押さえ込んだ、2カウントです。すごい頑張ってますね、お互いに。リードホンダ、
完全に自分のペース、試合を展開しております。ホンダカモン野生味たっぷり、ホンダカモンだ。ここに投げを2つ打つ、ね、打っていく、打っていく、取ったバックを取りました。ホンダですがエルボーで逃げようというオブライト、あーっと戦車を落としました。おーおーおー、カウント2.5、惜しい惜しい、たまらずオブライトは場外にエスケープであります。いやー惜しい、ここで休ませては馬場さんいけないんですね、オブライトね。いやーしかしオブライトも試合の駆け引きを知っております。一旦場外にエスケープ、ここはホンダタモン、ロープ越しの攻防、ホンダのヘッドバット、もう今度はオブライトもヘッドバットを打っていきました。さあホンダ殺人ヘッドを捉えた、オブライト捉えたぞ、危ない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 、フロントのヘッドロック決まってる、これ危ない危ない危ない、もう喉元をチョークスレスレ、あー危ない、これを食っていない、ブルーネルソンのスープレックスを食ってはいけない、これが一番怖いんです、オブライトはこれが一番怖い、このまま投げると危ないですよ。さあ逃げろ、ホンダ逃げろ、逃げました、よし危ない危ない、ロープブレイク、あーしかし前に倒れたホンダさんも、しかし一気に形勢逆転となりました。はい、なんて言っていいか分かんない、アマレスではともに日本とアメリカそれぞれ頂点を極めた2人でありますが、そして前にプロレス界ではカウントはカウントは2、プロレス歴では6年の差、あーしかし危ない、さあ10分経過したところで満を持しての逆十字固めに行こうというところ、ホンダでエスケープします。そしてもう一度、もう一度引き回しの上、リング中央に入って、リング中央で関節技だ、かわしている、いいぞいいぞいいぞ、ホンダ、うわーっと、これはどっちもどっちですから ねお、かわしております、パンチだ、10分経過して結構長い試合に、そうですね、この2人にとってはどうなんでしょう、ね、フロントロー、スープレックス、投げていきました、カウントはどうか、危ない危ない、返しております、危ない危ない、おお目を見ていきます、ちょっと馬場さん、ホンダの表情が、そうですね、どっちが勝ってもおかしくない試合ですね、さあこれはいけない、投げ捨て、ジャーマン投げ捨て、ジャーマンの投げ捨て、どうでしょうね、おお、ホンダ全然ホンダ選手、どうでしょう、ドリコちゃん、もう一発、うつろな瞳のままでローキングがエスケープします、ね、あーしかしもう一回ホンダこれを捉えられない、ジャーマンスープレックスホールドはどうか、決まった、あーカウント3、カウント3入りました、いやーしかしホンダ惜しかった、最後の最後はオブライトのジャーマンスープレックスホールド、しかし馬場さん勝負タイム11分19秒、ですね今の試合はオブライトホンダ様を押し取りました、はい、どうでしたか、ここ本当にこれイキスの忘れるぐらい迫力のある試合でしたね、ついてくるのがやっとって感じで、次から次に新しい展開があるので、驚きました、まあ、馬場選手も前世紀の動きと比べればやはりそのある程度の衰えは隠せないんですけれども、キャリアという部分では年々ね、ゴミ磨きをかけておりますので、なかなかこの若手さんに元気はつらつではありますが及ばないと、ハンセンのエルボー、好投もり、一瞬の隙を見逃しません、キャリアがない分相手の3人で若さが動きましたが、動きは止まったままだぞ、パワーボムの体勢、危ないぞ、大森片膝をついてこらえましたが、ね、パワーボムという技なんです、これを振っては危ない、秋山純奈とかわしております、このパワーボムっていうのは一発きますね、試合時間10分が経過しました、か叩き夢のトリオ対絆のトリオのシックスメンタックマッチ30分の1本勝負、ハンセン・馬場ドリー組対秋山・大森・泉田組、ハンセンニュートラルコーナー別名何度もコーナーに向かいました、パワーはすごい、ハンセンエルボーをかわした秋山、どうするロープに飛んだぞ、カウンターのエルボーが待っている、ハンセンの太いエルボーが待っていました、このサン・ハンセン、ひげを蓄えております、一説にはバカボンパパにもよく似ていると言われているサン・ハンセンであります、さあジャイアントババ満を持してのリングイン、これはコンビを組んでの秋山順にハンセンとのダブルの逆水平、水平チョップでありませんか、クロスライン、ジャイアントババです、ヤシの実割り、今なおこうして現役、そして
全日本プロレス株式会社社長であります。でも意外なことにお菓子が大好きなんですよね。そうですか。あの番組中ちっちゃいポケットにあのお菓子をいっぱい詰めてあったりとか、バレないように食べてたりはしてますね。ババそうなんですか。意外に可愛いんですね。もう一発か。そういえばもうのりこちゃんもこうコマーシャルなんかで一緒にやったこともジャイアントパワーの大きな声だ。青いマットが波打ちました。そういえばそうでした、そうでした。馬場選手はのりこちゃんともコマーシャルをやったことがありました。この大きな馬場にバックドロップを打っていった。トップロープは青森、大森がダイビングエルボードロップ、ダイビングのエルボー。しかしね、2m9cm135kg もありますと、あの肩を3秒間つけるなんて至難の技なんです。デビュー35周年の馬場、抑えるだけでも体力が要望なんですよ。そうですよね。逆に馬場さんに抑えられたら動けないですよね。大森高尾であります。もうのりこちゃんがあの仰向けになっている馬場さんの上に覆いかぶさることを考えると、崖から落とした後頭部打ったか。そうですね、ねえ、素早く出てまいりました。ドリーファンクジュニア、さあドリーファンクジュニア、ダブルアームのスープレックスが見たい。ボディースラムを打っていくぞ。そしてこの人の18番がこのダブルアームスープレックスと言いまして人間風車というんですが、これがね2回3回とトライするんですよ。勢いをつけていきますからよく見ててください。さあ入った、ダブルアームスープレックス、そしてカバー、ねえ、数カウントで出しています。大森タブまで真っ赤ですよ。そしてそしてもう一つ、これがスピニングトーホールド、スピニングトーホールドに移行した。1回転、ね、そしてもう1回転、あっと逆に丸め込まれます。大森高尾、カウントは2つ、カウントは2つのようです。ちっちゃい時に兄にかけられるんですよね、いろんな技を。ホールドを張っていましたが、大森高尾、兄と一緒によく見てたんですけれども、あ、じゃあ結構小さい頃からプロレス自体は見てたんですね。見てました。132kgの2段蹴り、この頃の思い出なんていうのは心残っている十分体重が乗っておりました。そして投げ倒して、ブッチャーさんとか、今も元気で、ハンセン、すごかったですね。タイガーマスクさんとか、ヘッドバット落としていきます。なるほどね。もう一発、今年、まあ、しかしそういったレスラーがまだこうやってカウントは2やっていて、今年の1月、この泉田は本田とのコンビでアジアタック王座決定リンクスを戦っているのも不思議です。すごく不思議です、ね、カウントはどうか、反戦がカットに入りました。しかもなおかつ彼らの動き衰えがありません。テレビで見てた頃と同じですもんね、昔泉田、ねえ、でこのスタン・ハンセン、ヘッドバットもう一発打っていく。も同じですから。ホンダとのコンビでヘッドバットという異名を取りましたが、危ない危ない。一番危ない時だ。ラリアットか。おっと、スタンハンセン。ラリアット。決まった。ショートレンジを気合抜き。ラリアット炸裂。一瞬の出来事でした。すごい、忘れました。あっという間のラリアット。泉田龍角、まだ目を開けることができません。やっぱりでも生で見る方が今でも全然かっこいいラリアット、ね、夢のトリオが明日ならトリオを下らしております。勝負タイムは14分と05秒、タイムは14分と5秒でした。全日本プロレス95世界最強打撃決定リーグ最終武道館大会、サンハンセンのラリアットが一戦たった一人で行っちゃいましたね。桃田の背中、そしてリングの外に突き落とされた桃田、永元が飛ぶでしょうか。永元の構えは、永元が飛ぶか、桃田放送席前に桃田、永元がいた、びっくりした。さあそして放送席の加藤典子さんもすでに新聞を広げてます。よくお分かりですね。桃田が鉄柵に手をかけている。永元選手の持ち味、これはなかなか中に入れません。さあ桃田、永元がオンサイドで大サービスか、桃田光雄。さあ、のりこさん、はい、この永元選手の得意技、何ですか。これはね、今からフロントマスじゃないかと思って、あわやがテムラーだかという動きを見せるか。あっと、いや、不公平の放送的に動きを見せるか。あっと、いや、不公平の放送的に、唾液が飛び出した。ありませんでした。大丈夫でした。唾液が飛び出した。はい、あのですね、数々の不動性ゲットがこれまでにも世代攻撃の演技になっていますか。
後ろかい、後ろ、フォアハンド、トロッサーのチョップです。危ない危ない、永遠の牙が飛びました。実はタレントの山田雅人さんもいらっしゃるんですが、その山田雅人さんの方にちょっと牙の方が飛んでいきまして、お程度の牙攻撃であります。どうでした、これで来た回ありました。来た回ありましたか。いやでも今回うまく避けましたね。避けましたね、スタッフの方が親切に新聞を渡してくれたのが良かったですね。そうですね、今までにもですね、いろいろこちらの放送時に座っていただいたタレントさんが数々この牙攻撃の餌食になってるんですよ。ラッシャーさんの顔にかかったんでしょうか。したたかにラッシャーが苦悶の表情。エーゲンハルカの唾液が飛んでいきました。お友達の早坂よしえちゃんからも気をつけろとアドバイスが、あ、そうですか。エーゲンの唾、さすがにね、ラッシャーはプロレスに詳しいもんですから、避け方も左左左の唾液はこう描かないんです。時矢貴子さんなんかが出ていただいた時にはライナーで飛んでいきます。聞きましたその話も。ラッシャー木村クッサーというポーズを見せました。マイクを探す、マイクを見つける、取った、大きな拍手です。今年1年間本当にご苦労さん、これから忘年会とかクリスマスがあっていろいろ飲む機会が多いと思うけど、飲みすぎないように気をつけなさい。それからホノルルマラソン頑張ってくださいよ。ちょっと顔出しなさい。最強タッグの最終戦を迎えると、ああ今年も終わりかって思いますね。それと同時に、ああ今年もダメか。今から言うことは俺が言うんじゃなくて、お前の両親が言ってると思って聞きなさい。マサノブ、お前いつまで一人でいるけど、まさか変な趣味はないだろうな。早く夕方見て、父ちゃん母ちゃんを一日も早く安心させてください。分かったか。それでは皆さん、どうぞ良いお年をお迎えください。礼儀正しい闘争、ラッシャー木村のマイクパフォーマンスでした。日本プロレス界の父、力道山。日本中をプロレス熱狂の渦に巻き込んだ力道山が昭和38年12月15日にこの世を去り、早33年。偉大な故人を偲ぶ33回忌法要が今月10日、池上本門寺で行われ、都内のホテルで偲ぶ会が催されました。ジャイアント馬場以下、全日本プロレス全選手が出席し、力道山の偉業を称え、遺影を前にこれからの全日本プロレスのますますの発展を誓いました。さあ、フロントロースープレックス、おー、越えた、さあ、こんな行った、ぶっ抜き、バックドロップ、さあ、これはいけない、さあ、投げ上げて、トップロープは青森、エルボー、ダイビングのエルボー。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。